橋本徹11月19日台は、日本の銀行家。富士銀行当取、ドイツ証券会長、日本政策投資銀行社長のほか、国際キリスト教大学理事長も歴任した。両親とも教員の子息として、岡山県高橋町に生まれる。年若い頃から英語に関心を抱き、高橋高校を在学時には、英語クラブに入部。 東大法学部進学時にも、英語研究会に所属したほか、同研究会の傍ら柔道部にも在籍した。大卒後の就職先として、外交官を目指し、外務公務員上級試験にチャレンジするも、不合格となったため、富士銀行に入校。新宿支店に配属され、その後フルブライト交流計画の試験に合格し、カンザス大学に留学。 帰国後はほとんど国際業務関連においてキャリアを積んだ。1973年、英国の商業銀行との合弁で設立された証券会社の初代社長として都営。ロンドンに6年間滞在した。また、富士銀が買収した米国シカゴに本拠を置くノンバンク会社ヘラーでは交渉の初期段階から関わり、 1984年1月、自らが副社長として現地に赴き、経営再建に取り組んだ。1991年6月には、続投するものとみなされた、橋田大蔵東取県会長が乱脈融資によって、経営難となった富士銀系の大阪府民信用組合や、主力業を担う飛島建設などの経営悪化から2期で、 会長選任人に知りいたことを受け戸取りに就任した。就任直後には、衆議院証券金融問題特別委員会に、辰見外尾住友銀行戸取り、黒沢広志日本工業銀行戸取りともに、参考人として招致され、バブル経済を背景に、不祥事が露見したことに関する質疑に応じた。1996年4月、重選問題によって、 久保当蔵省が銀行経営者に辞任を求めていたことから任期途中であるが辞任を表明。同年6月代表取締役会長に退いた。また辞任に先立ち同年5月には重選問題に監視参議院予算委員会で橋本に対し承認関門が行われた。その後会長と平任で日経連副会長や 経団連評議会副議長などを歴任し、2002年4月、水穂 FG の発足に伴い会長から退いた。2002年10月、富士アドシステム顧問に就任して間もない頃、日本で豊富な人脈を有している人を会長として、招きたいと考えていたドイツ証券、東京支店長から、ドイツ証券に来てほしいと混成され、翌2003年7月から会長につき、 企業相手の障害などを担い、2008年9月、退任した。2011年6月、東大柔道部時代の先輩である、室伏稔日本政策投資銀行社長からに、頼まれ、政党銀の助言機関の一員を務めていたことから、図らずも、後継として指名され、社長に就任。日本航空の経営再建の支援や、東日本大震災からの復旧、 復興さらに国際業務の強化などを手掛け、2015年6月相談役に退いた。他にキリスト教に基づいた道徳再武装運動であるイニシアティブス・オブ・チェンジの会長のほか、国際キリスト教大学の理事長も歴任した。富士銀赤坂支店の不正融資事件及び当時の海部内閣における増唱であった。 橋本龍太郎の元秘書が事件を起こした同赤か坂、試験課長を移動させないよう要請したとされる県、富士銀から大阪府民信用組合への紹介預金が糸満に流れたか否かなどを追求された。ありがとうございます。